アイアンマンはマーベルコミックが刊行しているアメリカンコミック。アニメや映画作品も制作されており、2008年5月2日には実写映画アイアンマンが公開された。シビルウォーやワールドウォーハルクといったクロスオーバー作品ではアイアンマン自身がヴィラン的なポジションを演じることが多い。香港ディズニーリゾートのみにあり、トゥモローランド内に初の アイアンマンエクスペリエンスというライド型 3D アトラクションが存在する。ウォルト・ディズニー・カンパニーがマーベル社を買収にし2009年頃からディズニー・パークにマーベル関連のアトラクションを導入する予定だった。そして2017年にアイアンマンのアトラクションができた。また、グッズ販売もしている。1966年にアメリカで日替わりでマーベルヒーローが登場する。 帯アニメ、ザ・マーベル・スーパー・ヒーローズ内で放送。アイアンマンは水曜日担当だった。日本では、1970年代に、東京12チャンネルで、漫画スーパー大集合の枠で放送されていた。こちらは、他のアメコミヒーローも放送していた。アメリカで1994年から1996年にかけて放送、全26話。 日本では1996年4月1日から9月30日にかけて NHKBS2 の衛星アニメ劇場で放送された。内容はアニメオリジナルでアイアンマンはアイアンフォースというオリジナルのヒーローチームを結成している。敵側もボスであるマンダリンとその補佐役となるコンピュータ人間もドック、マンダリンと結託した悪の実業家ジャスティン・ハマー。 何人かのヴィランで構成されたチームダークブリンガーがレギュラーとして登場し毎回正義と悪のチーム戦が繰り広げられた。またアメリカで同時期にテレビアニメが放映していたハルクがゲストキャラとして出演している。本作のアーマーはモジュラーアーマーをメインとしているが状況に応じてトニーの掛け声によってアーマーをチェンジする。アーマーの装着などの一部のバンクシーンで CG を 使用しているが、当時の CG 技術ゆえに、他のシーンのセルアニメ部分と比べると明らかに質感が違い、浮いていた。キャスト放映リストスタッフ、日本語版、スタッフ主題歌2009年により、アメリカで放送中のフル CG アニメーション。日本では2009年11月に、ディズニー XD で放送開始。本作に登場するトニー・スタークは16歳のティーン・エイジャーに、 アレンジされている。テレビシリーズ、マーベルアニメプロジェクトとして制作された4作の第1弾として2010年10月1日から、同年12月17日までアニマックスにて放送。アイアンマン、ライズ・オブ・テクノボア2012年10月、ニューヨークコミコンにて、マッドハウス制作による新作長編アニメ、アイアンマン、ライズ・オブ・テクノボアが2013年春に、 セルソフト形式で発売することが発表。2013年4月24日にソニーピクチャーズエンタテインメントよりリリースされた。2014年4月から2015年3月までテレビ東京系列で放送した連続テレビアニメーション。本作ではロキの陰謀によりディスクに閉じ込められてしまうがバイオコードをインストールされた5人の子供の一人である 赤月明と共に戦う。アイアンマンの声は、花は英二、ジャービスの声は、加瀬康之。ネイティブアプリクロスオーバー作品ゲスト及びサポートキャラ、扱い。ありがとうございます。